約100個の骨っていうのが両足両手にあるということです。触り方が分かんないとこれちょっと治療できないので。先生、手首が痛くて。それは手根骨の触診やるべきだ。はい、まつたけです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みを治すヒントだったりアイデアを治療科のあたり届けていこうと思います。はい、誰シュールすぎてカメラマンと俺で笑ってました。歴代一番細いです。沖縄出身のコシャくんです、はいはいはい、よろしくお願いします。手首が痛い、 TFCC 損傷だったりとか、あとは包丁握っててだったりとか、結構手作業やっててこの手首痛いって結構あるんですよ。その時にぜひやってほしいのは何かって言ったら、解剖学しっかり理解してほしいんですよ。なんとなく手が痛いだけだとこれって改善できなくって、なんでかって言ったら、これ手首ってただの手首じゃないんですよ。この手首っていうのはほぼほぼ10個の骨でできてます。10個って多くないですか。まず頭骨、尺骨、手根骨っていうのとくっついてるんですよね。頭骨、尺骨ってこれ2つあるでしょ。この手根骨っていうこの根元、手の根元にある骨8個あるんですよ。実際関節を成してるのは4つなんですけど、この4つだけでも6個の骨で、この手根骨ってのがあと上に4つある、2列になってるんで、4つ4つで大体こう10個の骨で手首できてるって話です。曲がったりすごくないですか。って考えたら、どこの骨が動いてないの、どこの骨が動きすぎてるので痛み違うんですよ。ちゃんとこの手根骨だったりとか手首にある骨を覚えないと手首の痛みって取れませんよって話です。なんで今日はね、手根骨っていうところの触診からですね、どこに何があるのか、でどんな役割をしているのか、そしてこういう痛みの時にはここ治療してくださいっていうところの治療のテクニックの落とし込みまで全部ねやっていきたいと思いますので、ぜひね最後見てほしいなというふうに思います。もしあなたがですね、手首の痛みで悩んでいる、もしくは手首の治療をやってるんだけど全く改善しない、もしくは戻りが激しいね、そんな先生であれば、ぜひね今日の動画を見ることによって手首に強い、そして解剖学はまるっきり分かんない人でも分かるように落とし込めるね、解剖学の知識落とし込んでいきたいと思いますので、ぜひね今日の動画を見てみてください。では本編いきましょう。はい、そうですね、ちょっと触診行く前にまず手首の痛みってどうやって起きるのかっていうところをねお話をしていきたいと思うんですけども、手ってこんな風になってます。全部数えていきますよ。まず 1,2,3 個あります。で3個っていうのが、これ3個ね、これ 1,2,3 個、3個が 1,2,3,4 いわゆる5個ありますね。これで15個あります。プラスの 1,2,3,4 で19個あります。19個にプラス8個の骨がありますね。ってなってくると、これ27個片手だけであるんですよ。片手ここだけで27個の骨があります。そしてそれが両手あります。ということは全部で約54個の骨がこの手に両手であります。人間の骨ってだいたい200個近くって言われてます。そう考えたら人間の骨の4分の1がこの手にあります。そしてもう4分の1が足にあります。ってなってくると、約100個の骨っていうのが両足両手にあるってことです。人間の骨の半分が手と足でできてると思ってください。めちゃめちゃでかいですよね。やばいっすね。そして手の骨の3分の1がさっき言った手根骨でできてます。そしてこの手根骨は手首を曲げる伸ばすっていう動きで使われてると。ってことは、曲げるときに痛い、するときに痛い、何か持ったら痛いってあるじゃないですか。10個骨がありますから、10個可能性があること。ここが動いてないかも、ここが動いてないかも、ここが動いてないかも。ってなったらめちゃくちゃ多いですよね。手首の痛みって原因が。先生、手が痛いですけど、どこ治療してですかって言われたら、発狂します。バカ野郎わかるか、患者さん連れてこいとか、こうどこの骨がどうなってるとか見てこいとか、教えてくれってなるんですよ。大体みんなわからずに手首痛いんですけど。相談されるわけじゃないですか。分かるわけねえだろっていう話になるわけですよ。パターンはこんなパターン、あんなパターンってのはよくありますけども、正解はやっぱ患者さん見ないと分かりません。よくあるパターンだけ紹介します。まずはこれ痛い、痛いです。痛いね。 OK。 ここの指を曲げる筋肉があります。指曲げるのと手首曲げると頭側手根屈筋ってやつがあります。これがこうやってむき出しになってるパターンってのは何があるかっていうと、頭骨、これは後から話しますけど、この舟状骨だったりとかがこういう風にプッとなってる。痛みが起きるパターンって何かって言ったら覚えてくださいね。いっぱい複雑だからこうこうこうって覚えなくてはいけないです。これは手首が曲がる時に尺骨側、いわゆる小指側が曲がってくるのか、親指側が曲がってくやすいのかって、この2つのどっちかのバランスが悪くなってると、だいたい手首が痛くなります。だいたいですけども、こうやって曲げてくるじゃないですか。今、後者見てもらったらわかりますけど、圧倒的に小指側行きますよね。本当よ。親指側、全然行かない。で、なんでかって言ったら、ここにある舟状骨ってね、ここにあるんですけど、親指側の骨が中に入り込まない。
こっち側中入り込みます。こっち入んない。基本的には小指側の方が動きやすいようにはなってますけど、この差なんですよね。こっち側めっちゃ動きますね。こっち側全然動かない。これによって今こんな状態なんですよ。手首がまっすぐ曲がんないといけないのに、こんな状態で曲げちゃってる。そうするとどうなるかっていうと、使いやすい方、使いにくい方出てきますね。こっち側の小指側の方が使いすぎてる状態、親指側の方が全然使えてない状態。でも曲げないといけないから頑張ってるから、普通の筋肉よりも頑張ってて、だいたいここの頭部と手根腹筋が硬くなっています。手首を曲げるっていうのは、長小筋っていうまっすぐの手を曲げる筋肉、あとは等速手根腹筋、尺足手根腹筋、この3つなんですよ、手首曲げるって。だいたい尺足手根腹筋とこっち側は強くなってきて、等速手根筋は使えてないってことが多いですね。だからここのこのバランスの違いで手首が痛いというふうなのをぜひ覚えてください。それってもう癖ついちゃってるっていう感じですか？そうです。この癖っていうのが大体人によって違くて、大体それが職業とかスポーツになります。例えばテニスしてる人とかだったら、小指側とこれでこういうふうに肘をしてて、こうなんですよ。こういうふうに尺骨側にこうやって固定してることが多くて、親指側にこうなってないことが多くて、尺骨側を使うことでこれが動かしてる。校舎とかであれば多分パソコン触ってるので、こんなふうに上がってることが多くて、こんなふうになってる、こうなってるじゃないですか。こうなってくると、大体ですけども、こっち側の骨がこう、なんか親指側あるじゃないですか、親指側がこうボコッと前に出るようなイメージになってる。こんなイメージ、こういうふうになってるじゃないですか。こうなってると、こっちがこのパターンになってて、わかります？小指がこう後ろに、小指側が後ろに行って、親指側がこっち側が前に出てる状態、はい、で前に出ちゃってると、これ入り込めなくなっちゃうんですよ。入り込めないから小指側がうまく動いちゃう。小指側がだから大きく動いてて、親指側が全然動いてないって状態になると、後者みたいにこの状態になる。で、こっち側が、小指側がこっちへ動く。小指側がこっちへ動く。親指側が動かない。動かないって状態になっちゃうと、こっち側の筋肉っていうのが硬くなってきて、こっち側の筋肉硬くなってきて、この辺が痛いが起きちゃうって話ね。この骨で言うと、これがこうなってるか、こうなってるかって話。ってことは、こっち側の骨が前に出てる。親指側の骨が後ろに行ってる。こっち側の小指の骨が後ろに行ってる。もしくは親指の骨が前に行ってる。このこっちかこっちかのパターン、内側外側のこのパターンを改善するべきって話ですね。そうするためには治療をしないといけないんですけど、触り方が分かんないとこれちょっと治療できないので、触り方を覚えないといけないですね。まずこれちょっと覚えてほしいんですけど、8個骨がありますって骨ですから、8個覚えてください。自分の左手を出してもらって、小指側、まず下4列上4列になってます。指側の4つの骨と手首側の4つの骨があります。で、まず頭上骨って、この豆みたいな骨が、これ頭上骨って言います。豆状の骨って頭上骨、これ小指の付け根のところにあります。で、その下の方に三角骨なんです。手首のちょっとシワの真ん中のところを触ってみてください。で、後ろからもこう触っていくと、ここに月状骨っていう骨があります。月状骨って骨。そしてこのシワのところの親指側のところを触ってもらうと、ここに柱状骨っていう骨があります。柱状骨、頭骨、三角骨、月状骨、柱状骨、この4つが親指側の頭骨、小指側の尺骨とくっついて、これで手関節っていうのを作りますね。これ覚え方が、頭三月柱って言うんですね。で、これ何かって言ったら、お父さんの月柱って話です。覚えやすいじゃないですか、頭三月柱。この上に行くとつながります、これね。まず手首側が頭三月柱ってあってます。ここからですね、手首側から越えました。次はこの上の方になります。ここからですね、親指の方に入ってきます。親指の方にぐっと動いてもらうと、ここにですね、この柱状骨の上、親指側に行ったところにポコッと出っ張ってる骨があります。これが大腰頸骨と言います。親指とつながってます、これはね。次は人差し指の下の方に行ってみてください。人差し指がぎゅーっと行ってもらうと、この横にあるんですけど、まあこれ人差し指とこんな風につながってます、人差し指。で、これ何かって言ったら、小腰頸骨って言うんですね。大腰頸骨、小腰頸骨と言います。中指ありますね。中指のこう付け根まで行ったところ、ちょうどど真ん中にでっかい骨が当たります。これでも触りにくいんですけどね。これが有頭骨って言います。そして小指と薬指のこの付け根のところにあるのがこの骨です。これが有後骨って言います。この下に三角骨と頭上骨があります。大腰頸骨、小腰頸骨、有頭骨、有後骨です。頭三月柱、大小ありありです。こういうやつでしょ。父さんの月収が多くなったり少なくなったり、いろいろあるんだよってね。あるあるって話。父さん月収大小ありあり。で、ありありなんで、ある頭とある有効ってね、ちょっと難しいんですけど、頭上骨、三角骨、月上骨、柱上骨、大腰頸骨、小腰頸骨、有頭骨、有効骨ですね。
手首側の骨4つ、指側の骨4つです。動産、月収、大小、ありありですね。っていう風に、ぜひぜひ覚えてください。ここまで大丈夫ですか？いや、もう大丈夫ですか？大丈夫です。OK。こんな風にやります。ここからじゃあ、治療はですね、非常にシンプルでして、治療もちょっと紹介していきます。いろいろパターンがありますけども、さっき言ったみたいに、小指が動きすぎるパターンか、親指が動きすぎるパターンなんですけど、大体小指が動きすぎるパターンの方が多いです。曲げるときに小指側のいわゆるこちらの頭上骨、柱状骨だったりとかっていうのが入るけど、柱状骨っていうのが入り込まない、だから小指だけがこう動いちゃう、親指側が入んないってパターンが多いです。こうなっちゃうと筋肉とか腱とかが張ってきて肩こりとか首こりの痛み、これ痛いよね。痛いですね。柱状骨ありますね、親指の付け根のシワのとこですね。柱状骨がポコッと出すぎちゃってて中に入り込まないんですよ、これ。なんでやり方は上向きにこういう風になっていただいて、このまま柱状骨ありますね、柱状骨を親指でタッチしてグッと中に入れ込みます。中にね、中にグッと入れ込む、入れ込んだままこのまま親指側をグッと手首曲げていきます。入れ込む感じですね。グッと痛い痛いで、ちょっと牽引入れながらこの中に入れ込んでグッと入れ込む。ですると、どう？あ、痛くないでしょ。痛くないでしょ。結局筋肉がこうこんな風にねじれちゃってるから硬くなってるだけなんで、しっかり入れ込みができるようにしてって距離が近づくような状態にしてあげる。骨が結局動かないから筋肉が使いすぎてる。例えば錆びついたチャリってめっちゃ力いるじゃないですか。あのパターンと一緒だと思っていただきたいので、しっかりこの関節が動くイコールカビがないチェーンにしてあげるイメージにしてあげるだけで全然変わってきますからね。力が最小限で済むようになってくる。で結局動きにくいから筋肉張ってるだけなんで、しっかり関節を動くようにしてあげれば大きく変わってきます。こういう風な、ね、知識だったりとか、関節の治療がいいとか筋肉の治療がいいとかじゃなくって、関節の解剖学、これはすごく大事だと思います。私がやってるね、頭痛治療カレッジって PTC ってあるんですけど、その中ではこういう解剖学の話だったりとか、関節の教科書をですね、1ヶ月目入会してもらったらすぐに解剖学、運動学とかで上肢編、下肢編届けさせてもらったりとかして、こういう解剖学を覚えることができますし、あとは臨床カリキュラムって言って、私が教科書発行させてもらったものを解説させてもらう特別な講義ですね、1時間ぐらいのものがあったり、質問ブースで私に直接質問したりとか、あと病態学だったりとかでテクニックだったりとかも目線カメラ使いながら学べたりとかもありますので、もしね今日の話聞いてみてよかったなという人がいれば、 PTC 30日間無料でまず試すことができるので、下の方の概要欄の方からチェックしてもらって、ぜひねお試し、30日間お試しやってみてください。教科書も3冊リアルでお届けしますので、ぜひね試してみてください。なのでここの関節ですね、しっかり入り込むってことをやっていただくことによって、筋のバランスが楽になってきて、これ楽なんでしょう、先に、はい、ね、なってくると肩の緊張抜けてきて肩が上がりやすかったりとか、もう変わってきますし、手首の動きとかもこう変わってきます。こんな風にさっき行きやすかったけど、こっち側行きやすくなって、まっすぐ行きやすいという状態にもなってきますので、ぜひね試していただきたいなというふうに思いますので、ぜひねやってみてください。こういうねチャンネルだったりとかの中で知識テクニックとかつなげながら話させてもらってますので、ぜひね今日の話良かったなと思っていただければ、チャンネル登録してあげてほしいなと思います。あとはコメントご評価いただけるとすごく励みになりますので、ぜひね今日の学びだったりとか、こんなことを聞いてみたいとかっていうのは、ぜひねアウトプット下の方にコメントにぜひね書いてみてください。と途中でも言いましたけども、トツチオカレンジっていうのね30日間無料で試すことができます。専用の教科書、解剖学の教科書、寝て首の痛みに対しての治療法で、こういうのも学ぶことができますので、ぜひね下の方の概要欄の方からチェックしてもらって、 PTC ぜひ30日間無料で試してみてください。そしてなんと今回は50個目です。よいしょ。いやーやってきた。50コメント時々やらせてもらってるんですけど、初めて動画見た人のために説明します。50個コメントやったらですね、私の方で変形性主関節症、これのですねテクニック紹介したいと思います。50コメント何でもいいです。最高、大好き、メガ送りますとかね読者さんに言われたんですよ。松田先生、今年お中元メガいっぱいになりますよ送らないでくださいね。ぜひね、コメントいただけますと、次の動画の中で50コメントいったらですね、変形性主関節症、手首が痛いんですけどっていうね、慢性的に痛いとかっていう人のためのテクニック、これで、ね、紹介したいというふうに思っていますので、ぜひですね、コメントいただければと思います。最高、やってみた、これは最高だ、いいぞ、ムケムケ松田なんでもいいので、皆さんコメント必ず書いてね。はい、ということで今日はね、これで終わりにしたいと思います。ぜひね、手首の痛み治せるかっこいい治療家になってみてください。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。
はい、OK でーす。手首の骨がめっちゃあるなっていうことにビビりました。なんか簡単に動いてるじゃないですか。なんて言うんでしょう。わかる。ここに10個も骨あんのみたいな、ね。いや、そうです、そうです、そうです。手首の動きで。はい。よく考えたらいろんな動きするんですよ、これ。これだけだと思ってるけど、結構横も倒れるし、うん、回るし、すごいいっぱいね、動きがあるんで、結構知らない人多いんですけど、うん、めっちゃ大事です、手首の動き。だからこそ結構丁寧に治療する部位でもありますかね。そうそう、でもシンプルですけどね、だいたいこうねじれてるか、こうねじれてるか。うんうん、もう使い方が曲げるでもだいたい小指の方が使いやすくなってて、うんうん、親指が使えてないことが多いんで、これちゃんとやってあげるだけで抜けてきますよね。うん、小尺のデビュー作だからね。デビュー作1万再生ぐらいいってほしいですよね。そうですね。一言言ってあげて、みんな見てね。Z 世代でしょ。 Z 世代、 Z 世代で27歳、23の沖縄出身ですよ。頑張ってください。夢は海賊王。海賊王で、じゃあ。海賊王で今は。海賊王で。ということで、コシャ君に頑張っていただきたいので、皆さんコメント、よろしくお願いします。コシャチェック。